久保さん、ジャッキーちゃん知らなかったんですけど、見てみたら、いろいろ、なんか大変そうですね。頑張ってる感がありますけど。うんそう。ジャッキーちゃんって僕はすみません、知らなかったです。久保さんの中では有名だったのかもしれないですけど、僕の中で全然有名じゃないです知らないんで、ね。だからその、有名人って多分、どこの範囲で有名なのかっていう話ですよね。うん、僕はすみません、知らないですね。 うんまあ、僕が知っていることもね、久保さん方も。いや、でも見たことないですね。久保さんもよくね、それは見たことないですね。って結構言われたりするんですけど、僕は見てるけど久保さん見てないみたいなね。まあ、よくあるわけですよ。うん。な、ここから何が言えるかっていうと、僕もね、久保さんもそうなんですけど、再生数少ないんですよ。でも、ぼ、僕を見てる人は僕が有名人なんですよ。ね、僕を見てない人は僕は知らないし、有名人じゃないし。 だから、その、なんだろうな。うん、ビジネスをするんであるならば、あの、それでいいっていうことですね。そこで商品を飽きないするんだったら。もちろん一人とかだったらちょっと難しいかもしれないですよ。まあ、だって一人にずっと10年、20年、30年売り続けるっていうのは、ね、毎月売り続ける一人だけにね、どんだけ財布の暇、緩いね、みたいなね。 話で。それは無理だと思うんですけど。まあまあまあ、現実的に言うと、100から200ぐらいの人にそう思われれば、まあビジネスはやっていけるってことですね。100から200です。これで十分。十分というか、まあ僕はそれでやってますから。だって100人、200人。じゃ仮にじゃあ100人にしましょうか。じゃあ100人、100人、じゃあ月収20万もらってるとするじゃないですか。普通のサラリーマンでね。じゃそこでもう2000万のお金があるんです。 自分のお金じゃないですか。2000万円分あるんです。まあ、こういう考え方をした人は、して、する人はいないと思うんですけど、毎月2000万が生まれてるんですよ。だから、年間にすると2億以上生まれてます。毎月100人のお客さんがいるってなった場合、そのお客さんはなんか仕事してるでしょで、仕事してると仮定して、手取り20万だと仮定して、100人で20万で2000万です。じゃあ、2000万のうちにね、どうですか 30万円ぐらいなんか取れそうじゃないですか。2000万があります。お金がね。その中で30万くださいと。どうですかいけそうじゃないですか ?2000 万中 30, 30万いけそうじゃないですか <laughs> ?2000 万中5万円どうですかいけそうじゃないですかそういうことです。だから、あの、YouTube の広告収入だったらちょっと無理なんですよ。もっとリーチいかないといけないんですけど、僕がおすすめしてるのはやっぱ常にそのビジネスやろうと。 商品をしっかり作って売ろうっていうのをお勧めしてます。そうすると100人規模でもうそうなるんでそれ。まあ僕も久保さんもその規模でやってますけど。うん。でもね、昔久保さんが1日で1億ぐらい売り上げ作った時は、それはあれは、ね、仮想通貨でね、そのセールス動画が3000回ぐらい回ってね、すげえなと思ったんですけど。<laughs> まあその、それクラスですよね。1日、なんかその、1回のプロモーションで1億とかね。 まあ、それぐらいだったら、その、それぐらいのリーチは必要ですけど。でも、月に100万とか、まあ、30万とかね。まあ、大体その、分かれるんですよ。ネットでお金稼ぎたいのが。現実的に、まあ、これ言う、みんなが言うんだけど、現実的に30万っていう人、現実的に30万っていう人と、いや、100万ですっていう人、大体この二パターンですね。僕が見てきて。で、30万現実的にっていう人にお伝えするんだったら、2000万のうちに、 三十万、どうですか現実的じゃないですかなんか夢、夢話ですか二千万しか流通してないのに一億は、それ夢物語だと思いますよ。だって二千万しかお客さんのお金が流,流通してないのに一億って、それもう夢っていうか無,無理じゃねみたいな話なんですよ。でも二千万の中の三十万のだったら現実的でしょ百万でもどうですか 現実的だとは思うんですけどねだから僕はまあビジネスコンテンツビジネスをあの教えるねドリームアカデミアっていう塾やってますけど現実的に100万を行きたいんだったらうーんそれを勉強してやった方がいいんじゃないかなと久保さんも結局その即可塾っていうコンテンツ今だったらオリガルヒですかねまあエの塾売ったりとかしてますけどまあそれをやってなんだまあ今はね久保さん FX のねなんだ 収益ももあるだろうけれども昔はもう即価塾を売るっていうねコンテンツを売るっていうところで売り上げ上げてきましたからもちろんその中にアフリエイトもあるんだけどもうんまあ大きな収入のメインになったのはやっぱ即価塾っていうコンテンツじゃないですか多分即価塾っていうコンテンツがなかったら家は建たなかったかもしれないですね建つというか家は買えなかったかもしれないですねうんはい行ってらっしゃい